ある日突然刺身って声が聞こえるようになった。1時間に 1,2 回ぐらい聞こえて、私もメンヘラになっちゃったと若干焦った。けれども声が聞こえてくる方角があるし、幻聴ってこんなんなのかなって不思議に思った。で、何回も刺身って聞いてるから、なんか刺身が食べたくなっちゃって、久しぶりに刺身を買いに行って、ついでにビールも買って一人で一杯やることにした。買い物を終えて家に帰り、酒盛りの準備をした。そして刺身を食べようと箸を伸ばしたら、皿ごとくるっとひっくり返った。えっとフリーズしていると、扉の向こうから、それ俺の刺身って聞こえた。なんか怖かった。